はい、速稼塾の久保です。大変ね、痛ましい事件が起きてしまいました。正確に言うとこういう事件結構起きていたのかもしれません。今回ね、毎日新聞の記事から読ませていただきます。というのがですね、男性がね、自殺されたんですよ。この方ってのはちょっと障害をお持ちの方だったみたいで、お金の計算できませんって書いてますよね。この男性の方、障害をお持ちで自治会に所属していたらしいんですよね。町内会みたいなところなんですけども。で、役員とか区長さんとか班長さんみたいな、そういった責任職を持ち回りでやっている自治会なんでしょうね、きっと。くじ引きとか順番でとか。で、その中で今回この、お亡くなりになった男性、障害のある方ですけどもね、この方に順番が回ってくるようになったのか、もしくは順番が回ってくる可能性が高まったということなんでしょうね。この記事によると、くじ引きで決めるということだったんで、もしかしたらね、この男性の方は、自分が役員になってもできないことが多いんで迷惑かかっちゃうかもしれませんよっていうことを、自治会の役員の方にお伝えしたんじゃないかと思うんですよ。相談したんじゃないかと思うんですよ。で、その中で、役員の方がね、いやいや、特別扱いできないよ、と聞き入れられなかったって書いてますよね。これについては、私ね、ちょっとこの書き方はないんじゃないかなと思うんですよ。もちろん、現実ね、ここに、どんなやりとりがあったかってことを私も直接は知らないんで、想像になっちゃいますけども、聞き入れられなかったんではなくて、いや、特別扱いはできないんだけども、でも、ね、この何々さんは、事情が事情だから、皆さんにも納得していただくために、ちょっとね、いろいろとお話ししないといけないんで協力してくれないかなみたいな形になったと思うんですよ。それでこの写真にあるような文章で丸バツをつけていただいてね。で、これを皆さんに見ていただいて、あ、これじゃさすがに無理だよねと。だったら役員は免除するんで、これからね、できる範囲で協力してくださいねみたいな形で丸く収めようとしたんではないかなと思うんですよ、この役員さんもね、で、そうしたら、でもここまでね、多くの方に自分のことが知られるのってやっぱ辛いですよね。障害がありますとか、お金の計算できません、人がたくさんいると怖くて逃げたくなります、ゴミの分別ができませんといろいろ書いていると、ちょっとね、なんか惨めになっちゃったのかなというところもあるし、今までは少数の方にそういうことをね、分かってもらえばよかったのを、この自治会の人みんなにね、なんか白い目で見られるというかね、色眼鏡で見られるというか、そういうふうなところにものすごく辛いなと、寂しいなっていうのを感じちゃったのかなと思うんですよ。で、もしかしたらお亡くなりになったのかもしれないですね。で、このね、お亡くなりになった方のお身内の方、両親の方にしてみれば、ご両親にしてみれば、とんでもない自治会のやつらだってことになると思いますし、この記事を見てもね、大半の方は、なんて町内会だ、なんて自治会だ、ひどいやつらだって思うと思うんですよ。でも私はね、でもどうなんだろうな、こう、なんていうのかな、どっかに書いてあったんですけども、どうか下の方だったかな、上の方だったかな。あ、これですね。役員の方の中の、全員じゃないです。一人の方だと思うんですけども、役員の方からこういう声がありました。どうすれば、他の住人の理解を得ながら、男性を班長選出から外せるか模索した。これは本当にその通りだと思うんですよ。ただ、やっぱりね、強要を否定したといっても、現職の役員の方が何かね、指示を出せば、それは任意ではなくて、強要にものすごく近いんですよね。で、このお亡くなりになった男性の方からしても、圧力を感じたんだと思うんですよ。で、この嫌がっている素振りはなかった。この文書の作成については嫌がっている素振りはなかったっていうのも、多分ね、こういう事情なんで私はできませんってことを積極的に書いたように私は感じるんですよね。で、ストレスのない方法を選択して、適切だったと主張しているのはもうまさにね、この役員さんの立場からなんですよ。でも、これをね、書かされる方としては、書くたんびに自分の特徴が見えて、これを丸罰形式で点数つけられるみたいなね、自分だけがこんな目に遭ってるわけじゃないですか。で、そこに、やっぱりね、配慮は必要だったんじゃないかなと思いますし、やっぱかばってあげるというかね、さりげなく外してあげるとか、結局、これは、町内会、自治会っていうのは、
年齢を重ねたりね、体を壊したりとか、それから体力的に難しくなってくる人ってどんどん増えるわけですよ。でそれをくじ引きだからとかね、順番だからってことで強制的に当てることによって新しい問題起きてくると思うんですよ。今回のことだけではなくって、まあ、ですんで特定の人がね、元気な人が、頻度高くやるようにはなるんですよ、これは。でそうするとね、特定の人ばっかり回ってきて不公平じゃないかなっていうふうになりますけども、不公平なんですよ、こういった自治会活動っていうのは。自治会に参加しない人でもゴミステーションを使ったり一定の権利を得るわけですよね。で、こういった自治会で協力してやらないといけないことに対しても協力しない人がいたりね、それはもうそういうふうなもんなんですよ。だからそれがもう許せない、嫌だっていうんだったら自治会っていうのを解体して個人でやるしかなくなるんですよね。で心ある人が周りの人をこうね、助けてあげるっていうか、お手伝いしてあげるようになって、それこそね、自治会の役員だから仕方なくやったとか、自治会に属してるから仕方なくやってんだみたいなものではなくって、一人一人の善意に根ざして地域っていうのを作っていただきたいかなっていうふうに私は思うんですけどもね。でもやっぱりね、いろいろお話しましたけども、やっぱりこれ客観的に見てこんなことをね、書かしちゃダメですよね。やっぱりね、書かすにしても人に見せることを前提にしちゃダメだし、これ本当、これはね、何ですかね、これはちょっとやりすぎですね、やっぱりね。やりすぎなんだけども、だからといってこの自治会の人たちをひどいやつだということで吊るし上げるのも、これまた違いますからね。違うんですよ。この自治会にしかわからない事情もあるし、これはおそらくこの記事をもってね、他の地区でこういうことが起きないように、もっと一人一人の愛情とか優しさとか助け合いとか、そういったことに気づいてほしいという意味で毎日新聞の方にね、掲載されたんじゃないかなと、私は思いたいんですけどもね。だから誰かを悪者にして誰かのせいにしてことは終わらないですよ。こういう問題ってのはこれから増えますよ。だから誰かが悪い、誰かの原因だっていうふうに、誰かが悪い、なんですかあれ、誰かのせいにするんではなくて、何が原因なのかなって探ることが大事なんですよ。誰のせいではなくて何のせいなのかなと。少子高齢化のせいなのかもしれませんし、自治会っていう制度がもう古くなってるのかもしれないんですよね。だからその辺ね、自治会あって当然じゃなくて、自治会はないけども別の形で、なんかね、個人個人の善意でやっていけないもんだろうかっていうふうなこととか、まだこうやりきれないところが多いんで、私も言葉に詰まるんですけども、まあでもちょっとね、こういうことを糧にしてって言ったらちょっとね、申し訳ない言い方になるかもしれませんけども、繰り返されないようにこれを教訓としてですね、私たちはもう一回隣の人に何がしたかったのかってことをね、思い起こさないといけないのかなと思います。少なくともこういった障害のある方を自殺に追い込むようなことをしたい人は誰もいないと思うんですよ。で、こうなってしまったっていう結果から、やっぱりね、一人一人ここに関わっている方も関わっていない方も自分事として捉えていって、こんなね、あれでしょ、今政治でも日本社会だって当てにならないわけじゃないですか。じゃあ近所の人が当てになる人間にならなくてどうするんですかと。国民レベルで市民レベルで助け合わないと、もうね、権力者が当てにならないんですよ。まあこの自治会も権力者といえば権力者なのかもしれないですけどね。まあでもそういうもんではなくて、もうちょっとね、個人対個人、自分の兄弟とか家族を迎えるようなつもりで、隣三軒両隣の方と付き合う機会にしてみてはいかがかなと思います。ちなみに隣の人とお茶を飲んだのって皆さん最近はいつ頃でした？何年も飲んでないっていう風な関係ではないと思うんですけども、どうですかね。この夏お隣さんとバーベキューとか花火をする機会持ってみてはいかがでしょうか。それではね、本日は以上です。